はい、続けていきたいなと思います。まあ、前回はサリーのいる学校の地下にある黒曜のローブを取って、そしたらサリーが倒れたっていうところで終わったと思うんですけれども、まあ、サリーがどうなったのかちょっと気になるところですね。ちょっと追加やっていきましょう。夢とか希望とか絶望とか、そんな言葉いつからがどうでもよくなってきた。今起き、それらに翻弄される彼らをただ眺めているだけ。これ誰が言ってるんだろう。だろう、私の毎日はその繰り返し、そのはずだったのに。これを、お、サリー・トラハか。はい。ようやく本物の出ますね。絶望の魔女。あえて嬉しいわ。見た目が完全にラスボスだけどな。私があの女神像を壊してから2年、何千という悪魔や魔女を撃ってきたけれども、もうとっくに飽きてきたところよ。すげえ、2年で何千か。うーわ、しんどい。そろそろこの戦いに終止符を打ちましょう。憎い。お前が憎い。人々の夢と希望を殺したお前が憎い。あなたたちは願いを叶える妖精の誘惑にすがり、物事を自分の都合のいいように動かしただけ。そんなもの、夢や希望なんて言わせないわ。まあね、うん。でも妖精で終わるもんやったっけ？じゃなかった気がすんねんけどな。絶望にすまれ。英語に呪われよ。どうした？何があった？おっと、私はお前に夢と希望を殺されし、若っ者たちの増悪により生まれた絶望の魔女。幾千の呪いを与えよう。夢の仲間でも苦しませ続けよう。おっと、お前に安息の時間はもうない。未来永劫、お前の首を絞め、お前の心臓を刺し、お前の骨を砕き、お前の脳を喰らい続けよう。めっちゃ怖い呪いですやん。で、お、逃げる気。復讐を遂げた今。あ、もう遂げたんや。絶望の世に、用はない。愚かなの女、呪われす女、私の姿を目に焼き付けよ。わー、あーでも忘れそう。あ、お、え？え、に、ラハ？ラハ？これは刺されてないか今。え、そういえばラハはどこ行った？そう、すっげえ今更やけど、ラハは？あ、ウィザード。サリー気がついた。随分うなされていたみたいだけど。ごめんね、もう大丈夫。また、あれが来たんだね。はい。でも気を失うなんて久しぶり。地下の魔物に、なんだ。ごめん。後で喋っとこう。力を使いすぎちゃったのかな？無理しないでゆっくり休んでなよ。うん、もう平気。それよりあの二人は？ミーシェが腹減ったってぼやきながら二人で近くのレストランに出かけたよ。もう晩ご飯の時間だしね。またこう手伝いのお礼ぐらいして、まあ気絶してるんやからね。言ったところで。はい。ねえ、ウェザード。はい。私ね、最近なぜか過去の夢ばかり見る。夢って誰からかのメッセージだと思う。私があんな夢ばかり見るのは、きっと誰かが私に何かを伝えたいんだって、そんな気がしてならないのよ。夢は誰からかのメッセージ。誰かからのメッセージ。そういえば僕ね、死んだ父さんや母さんが夢に出てきたらお墓に行くことにしてるんだ。そういえばさ、サニーも死んでるやろ、ウィザードも死んでるやろ。すごいな、ここ。それは二人が僕に会いたいっていうメッセージを送っているからかもね。お墓か。行ってないな、最近。ダメなんだ、ゾーっていうね。昔から苦手なのにね、お墓って。亡くなった人のことを思い出して、泣いちゃったらどうしようって。泣けばいいじゃない。あ、いやいや、そんなの誰かに見られたら最悪よ。そんなキャラか。なんでみんなお墓を外に作りたがるのかしら。誰にも見られないような場所に使ったっていいはずなのに。いいんかな？実際法律上。
人に涙を見せたくないってサリーらしいや。るっさい。大人は感情を素直に出すこと、大人は、感情を素直に表すのが苦手なの。まあ、サリーはね、特に。ね、一緒に行こうよ。その夢に出てきた人の、お墓、え？今のが夢なんでしょ？違うよね。でも、ラハしかいないよね。今から？はい、もちろん、そんで帰りに僕たちもレストランに食事しよう。ちゃっかりしてるわね、お子ちゃま。7歳。理事長様に向かって。え、大丈夫だよね。両親でいいんだよね。はい、ごめんね、全然来られなくて。来るのが嫌だったわけじゃないの。ただ、いろいろあってさ。ま、何言っても言い訳よね。この墓は誰だ？ねえ、サリー、僕ちょっとその辺で遊んでくる。珍しい蝶を見かけたんだ。まあ、お子様やな。暗いから気をつけてね。あまり遠くに行かないように。もうフラグっぽいこと言うなよ。わかってるって。僕子供じゃないもん。うーわ、もう絶対なんか事件に巻き込まれるパターンやんか。こんな夜中に蝶、ね。そういえば不自然な気の使い方をするところがお子ちゃまだって言ってるの。あ、そういう、あ、ごめん、俺がダメだった。はい。でも、ああいう不器用なところ、あなたもあったよ。そうだよな、親に向かってあなたなんて言うわけないもんな。ちゃうよな、違うって言ってほしいよ。女心なんて全然わかんないしさ。何があったら、後先考えず飛び出しちゃうしさ。本当に懐かしいわ。はい。あの日からずっと後悔してる。いっぱい後悔してる。自分の力を過信しすぎたこと、絶望の魔女を倒せなかったこと、あなたを守れなかったこと、さあなんでしょう。でも一番の後悔は、あなたにさよならを言えなかったことかな。誰だ、もうなんかはぐらがすね。呪いにかかった私が気を失っている間、あなたはずっと私を守って戦ってくれていたのね。目が覚めた時、あなたの体はもう動かなくて、でも、とても暖かくて。うーわ、なんかもうそっちに考えさせようとしてるやんか。まるで今にもまた、元気にちょろちょろと走り出しそうな、そんな、もう、はい、そんな、最後だった。かっこよく、もう、ついに行っちゃいましたか。そりゃそうだよ。夢にラハしかいなかったもん。ちょろちょろとか言ってたもん。あの時に守れてそうな誰かって言ったらもうラハしかいなかったもん。それはそうだよ。違うと思ったけどな。ラハか。ごめんね。はい、最近ラハの夢をよく見るの。それはあなたからのメッセージ。いつも言ってるでしょ。伝えたいことがあるならはっきりと口で伝えてってね。ほんと不器用なんだから。さよなら。でもまた来るね。マジかよ。はい。魔法石もさ、ここは重いのか。はい、ラハじゃなかった。あれ？はい。死者に届いたとき、聖者の思いが死者に届いたとき、死者のからの声を聞くことができる。そんな、伝承があるのだ。良き場所に墓を建てたな。誰だ？あなたは？ゲイルという。私も墓参りだ。娘のな。誰の？ここ墓一個しかなくね。私もこんな見晴らしのいい場所に墓を建ててやりたかったが、お金がなくてね。そうか、これ。じゃあ、サリーは金持ちなんや。今は、妻の病を、治すための金策で精一杯だ。妻は私はいいから立派な墓を建ててあげてと言ってくれるが、そういうわけにもいかない。いいお父さんだ。幸せ者だな。君の友も。娘さんもご病気だったのですか？いや、うわぁ、3年前に魔物に。そうでしたか。この地には多くの死者が埋葬されている。
古くは、死せる魔法の丘と呼ばれていた。はい。死者の魂は天に帰るが、生前の魔法力は土に帰るからだ。へえ、そうなんだ。へえ。土に帰った彼らの魔法力に満ちた神聖なる場所。無数の死した魔法力が集まり、漁った時、奇跡は起こる。もしかしたら今、君が拾った魔法石こそ、その奇跡とやらなのかもしれないなと。邪魔してすまない。私はこれで。とか、本気、あなたは誰だ？はい。ところで君は、グレンという男。グレンって誰だ？おい、誰だ？グレンって誰ですか？そこまで言ったら言ってくれよ。奇跡か。奇跡とか夢とか願いとか希望とか、そんな曖昧な切れ事もうたくさんだったのに。この魔法石があなたがくれたというのなら、くれたそれだというのなら私は、信じる。はい。死せる魔法の書を探して、それが僕たち、それが僕たちの呪いを解く鍵。へえ。まだ見つかってないって言われてたよね。ラハ。それがあなたのメッセージなの？はい。でも今の私は。ドワイーン！やっぱりフラグレスやんか。ウィザート。この丘に魔物なんていないはずなのに。まさか。動かせるから、セーブをして。もうほら、やっぱりもうなんかフラグっぽいやんか。ねえ、ラハー。ねえ、ラハー。左にはいけない。まあ、いけないか。じゃあ、行ってきまーす。ウィザードどこ？あ、間違えた。ごめんね、ウィザード。ちょっと待ってね。ちょっと宝箱が見たい。鉄砲ウムのローブ。鉄砲ウムのローブとは何ですか？はい。HP200 上げるけど、MP が50下がる。うん、まあ、いらないかな。っていうか、なんか似てるようなやつなかったっけ？あ、これか。鉄砲ウムはそういうことか。体力特化か。他に多分、やっぱり来たー。新しい？おー、墓嵐。もう魔物じゃない。魔物が出たいこといいのに、墓嵐ってわけね。絶対許さない。いや、まあ、いいよ。墓嵐は、まあ、いいとして、あるでかな。その、青いやつは？おー、ポカル。うわ、やっぱり。調べるやつはないっぽいんで、これ、よし。もう13回をもうおまけしてくれ。よし。あ、やっぱあった。失礼。おんぼろ。ちゃった。わい、魔物死っていうことはそういうことだよね。もう同じやんか。まだか。宝箱。なになに？次のバトルで最大 HP1.2 をボーナスを得た。でも、エンカウントしたら意味ないよね、多分。マモリスは、ダメ、あれ、そうやね。まあまあ、サニー一人しかいないから、まあ防御よりも攻撃っていうことで。でね、そう、冷静に考えたら、もう試合終わったら、全回復するってことは、メテオリオンやったら、一発で倒せるっていうことを気づいて、大変楽です。ラス1。失敗薬 A？ これ。敵から受ける魔法ダメージを経験するが、味方全員の HP が減り続ける。受けるダメージ半分やけど、結局食らうってことだろ？
意味あるんかな。お、来た。墓嵐、やっぱり、ウィザード。おー、おー、なんか、世紀末の人が来た。誰か助けに行くと思えば女かよ。姉妹で仲良く墓参りってところかい？今すぐその子を話しなさい。それなら怪我させず、魔法教会まで送ってあげる。随分威勢がいいじゃねえか、その指輪。永久魔法使い。残念だったな、こっちも全員永久だぜ。戦闘特化のな。お、それがどうかしたの？永久一人が永久4人に勝てる話、勝てるなんて笑い話聞いたことがないってことさ。はい、だったら笑いながら消えるといいわ。お望み通り笑い話にしてあげるから。来たー来たー、多分やけどこれを。おお、なかなか、おお、なかなか。で、ストリングスをやる。でも体力的にどうですか？どうなんでしょうか皆さん。はーい、魔法の攻撃力上げる魔法が無駄になった。さて、でもこいつがな、なかなか、なかなかの攻撃力をお持ちで、まあ、治癒魔法で、で、まあ、ヒールして。さあ、人の上がどこまで通じるか。おお、2000。あー、でもなー、なんかがありそうやけどなー。おー、やばい。何がいい、ポイズンできるかな。おー、すげー。でも、なんかそんな効いてる気がする。よし、ドック。で、異常状態回復。やった。よし。お、5555はちょっと嬉しいぞ。ちょっと、こいつ、その、いろんな、すごいな、普通の魔法より、どこの方が強いんや。じゃあ、ちょっと、ポカル、ヒールエントで、サードやってみようかね。まあ、これで、ウィークフィアで。もう、サード使わせたことを、もう、名誉に思っていただきたいもんですな。まあ、最初どうなるかなと思ったけど、もう、よし、お疲れ様でした。うん、なかなか、良かったよ。うん。はい、ドックでやられた。ね。もう、ねえ、サリーにサードを使わした、それだけでもう、彼はもう一流やと思う。うん、さすが A 級。あとの3人の A 級はね、まあ、成り立てだったんでしょう。はい。はい。やっぱり強いわ、サリーは。ほんまやで。前の3人、もう、ね、はい。それで、珍しい人は見つかったの？お、気遣ってくれてるな。優しいな。逃げちゃったかな。うん。残念。はい、それにしても、墓嵐なんてね。この日は魔物が出ないし、上の方にはお金持ちのお墓も多いから、あいつらそれを狙ってやってきたみたい。じゃあもうラハとかのところやばいじゃん。もうちょっとでラハの、お墓も荒らされていったかもしれないわよね。知れないわね。それでメッセージを受け取れたの。受け取れましたよ。こんな魔法石を見つけたんですよ。魔法石？耳に当てると声が聞こえたわ。死せる魔法の書を探して、それが僕たちの呪いを解く鍵だったかな。死せる魔法の書。禁じられた魔法や装備品のすべてが記された、まだ見つかっていない遺産のうちの一つだっけ。ま、今の私にはもう関係のないことだけど、そうなの？なんで？院長として学院を離れるわけにはいかないでしょ。それにこの程度の呪いもう慣れっこだわ。慣れたらダメですよ、サリー。それ、あいつに明かされた、荒らされちゃったお墓、きれいに戻してあげましょう。おう！はい。
サリーの闇の魔法師の遺産回収の任務に行って、おお、どういうことだ。サリーはこの闇の、マリズ・ザラム魔法学院の、マリズ・ザラム魔法学院のダダの学院長なんだぞ。本日をもってその任を解くと言っている。マジで？マジで？ベイキの魔法学法庁命令だ。法庁の命令は絶対だ。明日サリー・デビットは我々の友、それをサリーが、寝ている時に言ったの。なんだよ、それ、ふざけんなよ。おお、殴った。安心しろ。新しい学院長は夏休み明けに教会から派遣するそうだ。そんなことは聞いていない。第一、サリーと遺産探し、一体何の関係があるんだよ。そんな危険な任務に。彼女の力は我々永久魔法師を上回るものだ。そうだよね。プーバルジョより魔法を覚えてるしね。絶望の魔女の呪いというハンデを背負っても、なお我々を超える力を持つ彼女が必要だ。優秀な魔法師のみ与えられる名誉の任務だ。お前の学院の長がそのような、任務につけることを誇りに思うがいい。はい。サリーはそんなわけのわからない任務、きっと行くなんて言わない。ならばなぜ我々の手助けに来たのだ。彼女自身もわかっていたはずだ。自分が学院長に席をつけば、変化なき日々を送り続けるような器ではないと。学院経営、資金調達、書類の睨み合い、遠方会議への出張、他学院の交流会。万の魔法師として名高いサリー・デビットは、ふさわしくない場であると、貴様はいつでも疑問に感じたことはなかったのか。でも、ぶっちゃけね、なんか、サリーはなんか偉くなりたいとか、そういう考えはしなさそうなタイプだと思うんだけどね。それは、見かねた包丁が手を差し伸べてくださった。彼女にふさわしい任務を与えてくださった。実に光栄なことではないか。明日迎えに来る。それまでに伝えておけ。ちょっと待ってよ、ちょっと待てよ。僕はそんなこと言えない。この学院の経営者だった両親を亡くし、途方に暮れていた僕をサリーは助けてくれたんだ。それからずっと院長になってくれている。そんな彼女に学校を辞めて魔法協会の仕事に行きなんて言えない。はい。部下の人事は上司である貴様の仕事だ。あ、そうか、ややこしいな。だから理事長だから、学院長よりは上なんだ。そうだ。自分の仕事を果たしてみろ。その程度の仕事もできない理事長のいる学院であれば、未来など、元よりない。そういえば、何ですか？彼女と縁のあるものの墓が、思いの丘という地にあるそうだ。あ、フーバルとか教えてくれたんや。無数の死した魔力が眠る神聖な地、死者の思いが届く場所という伝承がある。もし伝承が真実ならば、奴は今の彼女に何をつける、ことだろうな。ウィザードはラハのこと知ってたろ？思いの丘。すごい綺麗。今夜はゆっくり眠ってね。さ、晩ごはんに行きましょう、ウィザード。お腹ペコペコでしょ。あ、ここで言う、サリー。そんな顔しなくても大丈夫よ。思いの奇跡に出会えたのはあなたのおかげだし、私が何でもご馳走するわ。帰って、チェスの続きをしよう。あー！でも、晩ごはんは僕のとっときのドーナツにしよう。棚に隠してあるんだ。晩ごはんドーナツか。あなた本当におこちゃまね。いいわ。チェスでも何でも付き合ってあげる。お、へへ、と。で、おー、あ、ここで終わりか。なんか、こう、ちょっとあさりとした感じですね。はい。じゃあ、まあ、時間もいいところなんで、今回はここまでにしたいなと思います。多分、まあ、次にサリーが、ね。まあ、その、フーバーと共にね、行くと思うんですけど、死んでたなぁ。なんか死んでたなぁ。死にたくなかったなぁ。はい。
じゃあ、ということで、今回はここまでにしたいなと思います。それではまた次の動画でお会いし、あ、間違えた。テイク2です。はい。またね、次のパートでお会いしましょう。それでは、バイ、チャーン。